どうも、リフォーム学です。このチャンネルでは暮らしに役立つリフォームの情報を配信しております。これからリフォームをしようという方も、このリフォームでどんな補助金がもらえるのかを知りたいという方も、まだ先だけどいろいろ学びたいんだという方も、皆さん参考になる動画となっておりますので、ぜひ最後までご覧ください。今回の動画は住宅省エネ2023関連、そして2024年に始まるであろう補助金について、どのタイミングで契約をすればいいのかについて話していきたいと思います。まずは子供エコ住まい支援事業、ついに予算がなくなっちゃいましたね。2023年9月28日21時36分26秒を最後に予算に達成しましたということなんですが、個人的にはもっと早く終わると思っていたので、逆にすごく持ったなーっていう感覚ですね。8月には間違いなく終了すると思っていたので。グラフを見てみると、最初にこのバーンと伸びたんですけど、終了間際のこのダダダダーンっていう駆け込みもなく、緩やかに終了してますね。この駆け込みがなかったというのもものすごく意外でした。ただいずれにしても、子供エコ住まい支援事業終わってしまったので、目玉の補助金として残っているのが先進的窓リノベですね。窓リノベの現在の申請状況は、戸建て 69%、 集合住宅 74% ということで、まだまだ予算は残っています。戸建てに関しては残り 31%、 金額にしてみると279億円なので、まあまだ予算はあるかなと、むしろちょっと余るかもしれないっていうぐらいのペースですね。そんな中、内窓の納期がまた短縮されたという情報が入ってきました。というわけで、内窓の納期速報をお伝えしていきたいと思います。今回もリクシルさん、 YKKP さん、サンキューアルミさんと、この3社の内窓の納期となります。前回の動画配信時点では、リクシルさんが実働23日、 YKKAP さんが実働19日、サンキューアルミさんが実働24日でした。これがどこまで縮まったのか。まずはリクシルさんから。実働23日だったのが、10月13日受注分から実働18日とかなり縮まりました。実働18日ということは、実質1ヶ月未満の納期ということになりますからね。一時は3ヶ月以上待ちの状態でしたけど、かなり戻ってきました。次に YKKAP さんですね。YKKAP さんは実働19日だったのが、実働14日まで縮まりました。もうここまで来たら、通常納期になるまで時間の問題かなっていうふうには思いますね。ちなみに実働14日というと、実質3週間弱の納期となりますね。そして次にサンキューアルミさんですが、残念、納期変わらず実働24日、今のところ一番納期がかかっているメーカーさんになってます。まあこれにはちょっと理由があって、リクシルさん、 YKKAP さんがパンク状態だった4月に、一番納期が短かったサンキューアルミさんに一気に受注が殺到したので、その影響もあってこの時差が出ているということなんですね。なので後々ですね、サンキューアルミさんもどんどん納期は縮んでいくかなっていうふうには思います。ちなみに YKKAP さんの内窓を明日の10月10日に発注した場合、いつ納品されるかというと10月30日。しかもこれからもっと納期が短縮になってくると思いますので、まだまだ間に合いますよ。この冬に向けて断熱窓検討中の方は、早めに行動された方がいいかなっていうふうには思いますね。そしてもう一つ、今年じゃなくて来年補助金を使ってリフォームをしようという方も多いと思います。この動画で来年2024年の補助金について触れてきました。こちらの動画ですね。たくさんの方に見ていただき、多くのコメントもいただきました。本当にありがとうございます。その動画でも説明してるんですけど、来年の補助金としては、今でいう先進的窓リノベとか、あとは給湯器関連の設備、そしてエコ設備関連の補助金、まあ子供エコですかね、この補助金はほぼほぼ間違いなく出てくると思います。じゃあこの補助金を使うには、いつから行動すればいいのかって気になるところですよね。例えば今契約しても工事が来年なら大丈夫かなとか、今もう契約しちゃってるんですけど工事は来年だから大丈夫ですよねという方の場合、これよく聞いてください。ダメになる可能性があります。ちょっと待ってよーってなってる方、落ち着いてください。あくまでも可能性の話です。これが今年の先進的窓リノベの補助対象期間なんですが、ここに記載のあるように11月8日以降の契約とあります。
この日は何なのかというと、令和4年度の補正予算閣議決定日なんです。つまりこの閣議決定の前に契約した案件については間取り延べは対象外ということなんですね。じゃあ子供エコの場合はどうなのか。子供エコは契約日不問となってます。いつ契約しても大丈夫なんですが、着工日に関してはちょっと縛りがあります。閣議決定後の11月8日以降でないと対象になりませんということなんです。つまり先進的間取り延べは11月8日以降の契約、子供エコは11月8日以降の着工というように、この閣議決定日以降というのが大きなポイントで、この日以降という縛りが出てくるんですね。おそらくこれは来年の補助金にも同じようなことが起きます。今出ているこの資料はあくまで閣議決定しているものではなく、まだ計画段階なんですね。しかも契約日不問の子供エコ住まい支援事業、発表当初は間取り延べと同じ11月8日以降の契約のみが対象だったんです。ただその前にあった子供未来住宅支援事業という補助金が早めに終了してしまったんですね。そこに補助金をもらえると思って計画したのにもらえなかったっていう子供未来難民がかなり出てきてしまったので、ここで政府が見直しを行って契約日が不問になったという経緯があるんです。今回これだけ子供エコが早く終わってしまっているので、もしかすると次の補助金の契約日は閣議決定後にしてくださいとなるかもしれないです。間取り延べも前回同様、閣議決定後の契約が対象ですよとなると、これ今の契約は来年の工事だとしてももらえなくなる可能性があるんですよ。なのでいつ契約すればいいのかなとか、いつから行動すればいいかなという方は、この閣議決定日が一つの指標になると思ってもらえれば大丈夫です。だいたい11月末から12月初旬ぐらいには閣議決定されているので、そのあたりが目安ですかね。ただこの話を聞いて、おいおいふざけんじゃねえよってなってる方もいると思います。リフォーム会社の方ですね。余計なことしてんじゃねえよ、今月契約しようと思ってたのになんてことしてくれてんだよ、マジ殴りてえこいつ。でもプルプルしてるかもしれないです。わかります、私も同じです。リフォームの営業やってます。会社からの圧力もかなりありますけど、やっぱりお客様が一番得をする方法を教えるっていうのも営業の役目だと思いますので、逆にここで提案してあげてお客様のハートをがっちりつかめば、その後の契約は間違いないと思いますので、なのであんまり怒らないでください。とそれと結果的に来年の補助金契約日が不問だったとしても同じく怒らないでくださいね。これあくまでも可能性の話なので。はい、というわけで今回は内窓の納期速報と2024年に来るであろう補助金の契約のタイミングについて話してきました。最後、現在の内窓の納期のおさらいをしていきたいと思います。リクシルさんが実働18日、 YKKAP さんが実働14日、三協アルミさんは変わらず実働24日となっております。まだまだ内窓年内も間に合うと思いますので、お得な補助金をうまく使ってエコなリフォームをしていただければと思います。というわけで今回の動画は以上となります。これからもですね、皆さんの理想のお家作りのためにお家に対する情報をどんどんと配信していきますので、この動画が勉強になった、参考になったという方はぜひチャンネル登録といいねボタンお願いいたします。またこの動画を作ってほしいとか、これがわからないんだという方はですね、ぜひコメント欄に書き込みをお願いいたします。そういった動画も作っていきますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。というわけで最後までご視聴いただきましてありがとうございました。